私らは今不正検定を告発する有志の会というのを立ち上げまして、活動しています。でこれは発展的にですね、多分ですけど、もうちょっと対象を広げていきたいと思ってるんですね。 WGIP についてですね、もっと世に知らしめようと、まあ、佐藤さんおっしゃるようにね、マスメディアが変わらなければダメだと、同時にですね、教育界が変わらなきゃダメなんですよ。もう教育、子供の時からね、もう刷り込まれた人たちが今学校の先生やって、そのまた教わった子供たちが学校の先生になってます。で一番最初に教わったのが今経済界でも政界でも何でもみんなそういうところにいるわけですよ。日本は悪い国だったって刷り込まれたのがずっと、イニシアチ持ってるわけです。今これを何とかしないとね、僕はマスコミもそうだけども、学校と世界、文科省、これもね、何とかしなきゃいけないなと思っています。どうもすみません、お邪魔しました。どうも、初めまして。私は千葉から来ました。まあ、一応、これは将来の会社を経営しているようですが、小川慎一郎と申します。皇室の、まあ、関係、問題に対してはそれなりに問題意識を感じているものです。日本が日本らしくあって、そして日本の保守というもののしっかりしたその保守本流であるべき姿、日本のアイデンティティの源流のもとっていう、これだけはきちっと確立しなければ私はいけないものだと思っています。まあ、それになるようにね、多くの人たちが理解を深めていけるようにしていただければ非常にありがたいと思っております。以上でございます。よろしくお願いします。本当にもう我々自衛官がいざ有事になった時に、あの戦争は間違いだった、あるいは慰安婦のそういうことをしていたとかね、そういう根も葉もないことで、私は幸いなことにですね、戦争一発の弾を撃たないで退官をしましたけども、これからの若い自衛官がそういう状態に巻き込まれた時に、ちゃんとした国民の検証が行われるのかということが不安でした。その実際に中国の人は間違った戦争をしているとか、慰安婦を強制連行したとか、制度連行したとか、軍人とすれば悪いことだらけなんですよね。あれだけ国民のために命を懸けてした人が悪の、まあ、象徴みたいな形になっているのが今の戦後ですよね。軍イコール悪という。でこれはね、簡単な話でね、敵国は軍を悪にして自分を正当化することと同時に弱くする、相手を弱くする、これは常套手段なんですよ。それを常套手段だと思わない日本人がたくさんいるというか、普通だったらそう思うじゃないですか。敵と同士で敵を弱くして自分をよく見せるという、これをずっと戦後やられてて、これが若い自衛官が今度そういう立場に立った時に同じようにやられるのか、これは許せんということで、吉田誠二の慰安婦の嘘を私は思ってましたので、知ってましたので、各多摩地区、私見た方がいいんですが、多摩地区で38カ所の自治体が意見書を出しているところに全部パネル展と講演会をやったんですね。そしたら朝日新聞がついにゲロ吐きました。どんどん朝日新聞の購読者が数が減って、そこら辺で私は公開討論を求めたんですが、全部逃げたんです。で共産党にもお願いしたけど全部逃げたんです。なぜかというと吉田誠二もみんな知ってるから、彼らはだから絶対討論会に応じなくて、そういった状態で、まあ、すみません、すぐ終わります。まず我々のこれからの若い自衛官、この目を取り戻すべき、ちゃんと異例の場所がちゃんと構築されるような、そういうふうに知る、あるいは憲法を改正してちゃんとしっかりした地に置く、これが日本を守る最大のポイントなんです。これが抜けてて、だから名誉を守るというのは慰安婦問題で、検証するというのはむしろアジアを解放し、まあ、多くの功績を遂げた、ね、立派な戦争であったということを皆さんに検証してもらいたいということで、まあ、始めた会のちょっと説明ですね。2種類のものを、販売をいたします。一つはですね、吉重先生が監修をされて、できました
この歴代天皇のですね、お名前の、を後期で、表した、このフレアファイル、これを2枚をですね、100円での、お分けをいたします。またもう一つですね、これは我々の会は高等男系父系男系を守る国民連合の会ですけれども、同じくですね、皇室の伝統を守る国民の会というものが作成したパンフレットがございます。これは日本会議とそれから表裏一体をなす神社本庁神道政治連盟の方たちが、作った作品です。でそれを我々がもこれをですね、ぜひ皆さんに世界で宣伝をして、読んでいただきたいということで、2枚組100円でお分けをしております。一番後ろの席におりますので、お休みの時間等々にですね、立ち寄っていただければ結構です。よろしくご内容いたします。皆様、今日はこのような原稿の中で来てくださいまして感謝申し上げます。特に小川慶長様、大黒柱会員という形で、初めてですね、このような会を行って、本当に大変感謝しております。先ほどですね、小川慶一郎先生がですね、おっしゃった内容を私も非常に今共感いたしました。少し前に吉毛先生とですね、お話をしました。日本の保守、例えば今日のトランプ大統領ですね、幸福の科学をはじめいろんな団体がトランプ大統領、いろんな人が言っています。しかしいろんな人がみんなトランプ大統領と言っている中で、我々は何を中心としてその人を本当に信じれる保守の活動家として見極めることができるんだろうかという話を直前で吉毛先生と話しました。それは間違いなく国体問題、すなわち天皇陛下に対して、そして国体に対しての考え方がいかなるものかというものを中心として、それを土台として、そういう人がトランプ、もう一度リバイバルで、ね、トランプ大統領というんだったら分かるけど、国体ということに意識なく、国体ということに関して関心もない、むしろ国体ということをなおざりにして他のことを中心に添えようとしている人たちがトランプと言っても、それはちょっとどうなのかなということをですね、先生とお話しました。で先生はですね、実はこちらに来て、奥の院講座をずっとやっておりました。で、今回第4回目というのはですね、実はこの高等を守る父系男系5時の高等を守る会になって4回目という話です。すなわち先生としてもやはり高等5時、すなわち、国体ですね、国体を5時するような団体の下でこの奥の院講座をやりたいという、そのような意向でありました。今日はですね、そういう観点で、先生のお話を、聞いていただければ幸いだと思います。では先生、それでは先生よろしくお願いします。ということで、そういうこともありますけども、非常にストレートにお話しいただきまして、よく分かりましたので、ありがとうございました。でおっしゃるように、今日もありましたけども、隔月1月3月5月でやってるんですね。で今日は特別なんです。本当はトランプが勝ってその打ち上げの景気のいい話になるつもりでこの部屋を取ったんですけども、残念ながらトランプはまだ、まだでも一部トランプが再登場という言葉が出てますから、可能性がね、だから我々はこのまま希望を持ってやっていきたいと思います。ということで今日は皆さんコロナで大変な中、マスクをして来られたかもしれませんけれども、もちろんこれね普通のインフルエンザと同じなんですよ。だからかかりたくはないし、かかる必要はないし、あえてかかるなんてことはバカバカしくはしないけれども、それほどのあれじゃない、毒性がないということでご理解いただいて、人によってつけるつけないは個人の判断ということでいいんじゃないかと思います。今日先生どうもありがとうございました。で、この後は